息子のインスタ見たわよ。可愛い男の子産んだのね。お母さん？初孫なんて嬉しいわ。どうして言ってくれなかったの？あの、何の話でしょうか？仕事仲間がやってるインスタを見せてもらった時に、偶然息子のアカウントを見つけちゃったのよ。それ、本当に陽介のでした？ええ、プロフィールの写真の赤ちゃんが陽介の新生児の頃とうり二つだったからすぐ分かったわ。いや、そんなはずは。ただ似てただけじゃなくてですか？本人よ。だってその人のページに赤ちゃんを笑顔で抱っこする陽介の写真も何枚かあったし。嘘。孫のこと教えてくれたらすぐに帰国してお祝いしたのに。あの、お母さん。ん？私、子宮全摘出してるので子供は産めないんですよ。は？どういうこと？結婚してすぐに私の不妊症が判明したという話は覚えてますか？ええ、不正出血が続いていて受診したら分かったって言ってたわよね。それからはずっと不妊治療をしてました。それも知ってる。だから私もその話にはあまり触れないようにしてた。なんとか不妊を治したくて治療を頑張っていたんですけど、去年子宮筋腫が見つかったんです。え？それも異常に大きくて子宮を全摘するしかなかったんですよ。そうだったの？でもそれならあの赤ちゃんは一体誰？そのことなのですが、陽介はインスタしてないと思います。え？まだ彼と結婚する前に私もインスタをやってたので勧めたことがあるんですが、全く興味ないとはっきり断られたので。じゃあ他人の空にってこと？多分。やだ、私ったら息子の顔を間違えるなんて。でもすごく似てたのよ。これ見て。陽介だ。本当そっくりよね。これは同僚が見せてくれたインスタをスクショしたものよ。そうじゃなくて、服も腕にしてる時計も陽介がよく身につけてるものです。だから本人ですよ。え？あいつ浮気してたのね。え？なんか変だなぁとは思ってたんですよ。今年になって急に残業も増えたし、家にいても仕事の電話がいつ来るかわからないってスマホを離さないんです。そうなの？今も長期出張でもう1ヶ月も帰ってきてない。もしかしたら女のところにいるのかも。もしそうなら最低じゃない。あ、そういえばみゆきさん、最近陽介から何かもらったりした？え、もらってませんけど、どうしてそんなこと聞くんですか？実は陽介のインスタに3日前、妻にサプライズってコメント付きでダイヤの指輪の投稿があったの。は？私はてっきりあなたへのプレゼントだと思ってたんだけど。もらってません。むしろあげた方ですね。どういうこと？陽介出張先で交通事故を起こしたらしいんです。え、怪我は？幸い無傷だったみたいですが、相手が乗ってた高級車を傷つけて50万を請求されたそうですよ。保険には入ってなかったの？入ってますが賄えなかったみたいですね。パニックになった彼から俺に50万を入金してほしいと電話がかかってきたので、慌てて彼の口座に振り込んだんですよ。そう。生活費で使ってる共有の口座のカードは彼が持っているのですが、よほど慌ててたんですね。暗証番号を3回間違えて下ろせないから、君の個人貯金を貸してほしいって言われましたから。何それ？しかもそれ、指輪の投稿があったのと同じ3日前の話なんですよ。なんか匂いません？まさかあの指輪、あなたのお金で買ったものかもしれないってこと？もしそうだったら絶対に許せない。私今から陽介に鎌かけてみます。あー、うちのバカ息子が。本当にごめんなさい。私もこれからそっちに行くわ。え、でもアメリカでのお仕事は？ちょうど来週仕事の関係で帰国する予定だったの。そうだったんですね。場合によってはあのアホを2人でボコボコにしましょうね。ありがとうございます。心強いです。5分後。妊娠できない体でごめんね。みゆき、急にどうしたんだよ？だって新婚の頃よく
子供が何人欲しいとか、男の子だったら一緒にキャッチボールするんだって話をしてたじゃない。うん。私のせいでその夢を叶えてあげられなくて申し訳ないなって。子供はいないけど、俺はみゆきと結婚できて幸せだよ。本当に？ああ、愛してる。嬉しい。あなたともう1ヶ月以上も会えてないから情緒不安定になってたみたい。仕事が忙しくて寂しい思いさせてごめんな。ううん。それより最近はちゃんと眠れてる？え？だって寝不足続きで居眠り運転で事故ったって言ってたから。ああ、3日前あなたから電話があった時はびっくりしたけど、怪我がなくてよかった。うん。だけどあの振り込んでくれた50万は君が独身時代に貯めてた貯金だったんだろ。悪いことしたな。気にしないで、また帰ってきたら返してくれたらいいから。あ、それがさ、まだしばらく帰れそうにないんだ。は？出張先の部署が人員不足でしばらくここにいてほしいって部長から連絡があったんだ。それっていつまで？わからない。そうなの？寂しいな。そういえば前にテレビで太極拳やってるの見てやってみようかなとか言ってたじゃん。気晴らしにやってみたら？あれは冗談だよ。でも確かになんか新しいこと始めるのもいいかもね。あ、そうだ、インスタしようかな。え、でも前にやってたけどやめたんだろ？そうなんだけど、周りでもやってる子が多くて話聞いてたらやりたくなっちゃった。あんなのやめとけ。なんで？ほら、なんかよく投稿した写真に写り込んだ場所が知られてストーカーされたりとか聞いたことあるじゃん。大丈夫だって。ダメだ、みゆきに何かあったらと思ったら心配で仕方ない。あなたがそこまで言うならやめておこうかな。ああ、それがいいよ。俺は SNS が嫌いだからそういうのやったことないけど、なんか怖いしな。ふーん。なんだよ、感じ悪いな。上司が呼んでるから行くわ。じゃな。2日後。なんでグループライン？今、お母さんと朝ごはん食べてるの。え？長いことアメリカにいたから日本食が恋しくなってね。牛丼屋さんに連れてきてもらったの。どういうこと？お母さんって食べても全然太らないですよね。羨ましい。なんでアメリカに住んでる母さんがみゆきと一緒にいるんだよ。お母さんね、昨日日本に帰ってきたのよ。はあ？俺はそんなこと聞いてないけど。2日前私に LINE くれたの。可愛い子供を産んだのねって。は？みゆきが出産？何言ってるんだよ。あら、私はあなたが赤ちゃんを抱いてる写真を見て孫のことを知ったんだけど。え？興味ないって言ってたくせにインスタやってたんだね。何のことだよ。お母さん、職場の同僚に見せてもらったインスタで偶然あなたのアカウントを見つけたんだって。嘘だろ。私も最初人違いだって言ったのよ。だって子宮のない私が子供を産めるわけないもの。そうだよ母さん、人違いだ。でもみゆきさんにスクショ見せたらあなただって言ってたわよ。え？顔だけなら似た人ですねで済むんだけど、服も身につけてる時計も全く一緒だったから、もうこれ本人だよね。違うって。あんた浮気してるんでしょ？してない。まだとぼけるんだ。昨日帰国したお母さんと合流した後、私たちもインスタに登録したのよ。マジで？二人で探したらすぐにあなたのアカウントを見つけることができたわ。本当に見れば見るほどあなたの赤ちゃんの頃にそっくりな男の子ね。確かにこのインスタは俺のものだ。でも俺の子供じゃない。ふーん。あなたがこの子をお風呂に入れてる写真もあったけど。ああ、同僚の子供なんだ。ほら、俺子供好きだし、ちょっと父親気分を味わわせてもらってただけなんだって。へえ。信じてくれ、赤ちゃんなんて生まれた時はみんな同じような顔してるじゃん。だから母さんの勘違いだよ。あら、
数日前に妻にサプライズってコメントのついたダイヤの指輪の投稿があるわね。あ、いいわね、結婚して3年も経つのに未だにラブラブなんて羨ましいわ。私そんなものもらってませんよ。そもそも陽介とは1ヶ月近く会えてませんし。これは。そうなの？じゃあこれは誰に渡したのかしら。あれ、この日付ってあれよね、陽介が交通事故に遭った日。事故に遭ったの？はい、相手の車を破損して50万請求されたみたいで。でも相当パニックになってて、口座の暗証番号を間違えてお金が下ろせないから私の貯金を振り込んでほしいってすごく慌ててたんですよ。あらやだ、このダイヤの指輪調べたら50万もするみたいね。地獄だ、もうやめてくれ。ちょっとお母さん、今陽介が大変だって話をしてるのに値段調べるのやめてくださいよ。ああごめんなさい、なんか気になっちゃって。でも事故で50万を請求された日に50万の指輪を買ったなんてどういうことなのかしら。そろそろ仕事が。逃がさない。会社に連絡してあんたの出張が嘘ってことは分かってんのよ。マジか。いい加減に本当のことを言いなさい。でも陽介が話してくれないならユナに聞くからいいわ。なんで彼女の名前を知ってるんだよ。あんたのインスタから何か浮気の手がかりを得られないかと思って何度も見てた。そしたら何枚かの写真に同じ顔の女が写り込んでるのを見つけたの。そんな、けどそれだけじゃ名前はわからないはずだ。あんたのフォロワーの中から探し出すのは苦労したわ。まさかそんなのでバレるなんて。あの赤ちゃんの写真とダーリンにもらったって指輪の投稿が彼女のページにあった。あと昔の方だけど、あなたとのツーショットもね。最悪だ。それはこっちのセリフよ。自分の息子がこんなクソだったなんて、みゆきさんがいながら他の女を妊娠させるなんて何考えてるの。俺だって初めから子供を作ろうと思ってたわけじゃない。愛し合った結果できちゃったんだ。ゲス野郎め。あーくそ、まさかみゆきがインスタをやるなんて思ってなかった。子供を産めない体になった時にインスタをしていてすごく落ち込んだ経験があったからね。友達がみんな子供の写真を上げてるのを見るのが辛いから二度とやらないって言ってたくせに。そうよ、だからあなたが上げてる写真を見た私がどれだけ辛かったかわかる？しかもそれが自分の夫だなんて心が張り裂けそうだった。みゆき、あなたとは離婚するから。いや、ちょっと待ってくれ、本当に愛してるのは君だけだ。じゃあなんでユナに指輪を送ったの？それは彼女の誕生日だったから。離婚します。じゃ、待って、ユナとは流れでこうなっちゃっただけなんだ。お母さんにはこの LINE と途中からユナにインスタ内でメールをしてもらってた。私からお金を取れるだけ取って別れるつもりだったなんてクズの考えそうなことだわ。離婚したら共有財産は分けないといけないけど、結婚前に気づいたものは個人のものだもんね。ユナ、なんで言っちゃうんだよ。本当のことを言うので慰謝料は勘弁して、子供がいるんですって言ってたわ。慰謝料払わなくていいの？いいわけないでしょ。慰謝料はあなたにも相手にもきっちり払ってもらいます。みゆきさんを傷つけたこと絶対許さないから、二度と顔を見せるな、クズ男。そんな、これからどうすればいいんだよ。後日だ。離婚が成立し、夫とユナに浮気の慰謝料として300万を請求。その後夫は彼女と再婚したそうです。ところが再婚した途端ユナが鬼嫁へと豹変。陽介は癒しを求めてマッチングアプリを始めたそうですが、そこで知り合った相手と浮気に発展。ユナに速攻バレて離婚され、慰謝料と養育費を請求され、現在は借金地獄をさまよっているらしいです。
私と義母はあれからさらに仲良くなり、たまに義母の住むアメリカの家に遊びに行くことも増えました。来週も義母に会いに行く予定です。